会議を再開します。この党大会で選出をされた新中央役員を紹介します。指名を呼ばれた方は元気に手を挙げてください。中央委員190名です。赤嶺政権さん、秋元邦博さん、浅野文子さん、天下美幸さん、公務で欠席です。鮎沢聡さん、池内沙織さん、石川多江さん、石黒義治さん、石山純一さん、泉直美さん、伊勢田良子さん、板橋俊之さん、市田忠義さん、市谷智子さん、はい、伊藤岳さん、はい、井上和義さん、井上聡さん、井ノ原健さん、今田雅人さん、岩井哲也さん、岩崎飛鳥さん、岩永直行さん、岩渕智さん、植木俊夫さん、上田俊彦さん、上野隆さん、上本幹事さん、内田豊さん、梅村紗友子さん、江尻香奈さん、大井信之さん、大久保健三さん、大沢彩子さん、太田善作さん、大竹隆さん、大畑元夫さん、大平義信さん、大山智子さん、岡博介さん、岡崎一子さん、尾形康夫さん、奥谷和美さん、小倉忠平さん、柿内京美さん、笠井明さん、加藤愛さん、金倉正俊さん、金森徹さん、上智子さん、上村秀明さん、上山悦子さん、河江明美さん、川田忠明さん、川村博子さん、神田米蔵さん、吉良よし子さん、工藤満さん、久保田仁さん、倉林明子さん、小池晃、小木曽洋二さん、国田圭司さん、後藤勝彦さん、小林俊治さん、駒井正夫さん、小村勝弘さん、斉藤和子さん、酒井望さん、沢田博史さん、C 和夫さん、椎葉和幸さん、塩川哲也さん、柴岡優馬さん、渋沢哲夫さん、清水忠さん、下門勤さん欠席です。庄司庄次郎さん、城代義夫さん、白川陽子さん、菅原紀勝さん、須磨須信子さん、須山初美さん、
関口達也さん、祖父江元樹さん、大門美希さん欠席です。高橋千鶴子さん、高柳幸男さん、田川実さん、武田良介さん、田代忠俊さん、辰巳幸太郎さん、田中優さん、田辺進さん、田辺義彦さん、谷川智之さん、谷本聡さん、田村和さん、田村貴明さん、田村智子さん、千坂拓明さん、千葉隆さん、塚地幸さん、辻真一さん、堤文俊さん、鶴渕健二さん、寺沢芦屋さん、土井海彦さん、土肥誠二さん、中井作太郎さん、中島康弘さん、永瀬由紀子さん、中曽浩一さん、中谷浩一さん、長久道嗣さん、中山あゆみさん、鳴宮真理子さん、西川隆平さん、西澤京子さん、二比総平さん、練木恵子さん、野瀬みどりさん、野村節子さん、畑中隆之さん、畑野君恵さん、畑山和也さん、花田仁さん、浜野忠夫さん、林典子さん、林田住孝さん、原口俊彦さん、春名直明さん、比嘉瑞希さん、土方明美さん、日詰ひろ子さん、平金悦子さん、広井信子さん、岩田氏志雄さん、藤井雅人さん、伏木道夫さん、藤田彩さん、藤田武史さん、藤野康文さん、藤本哲也さん、藤本ゆりさん、藤森武史さん欠席です。藤原正明さん、船山由美さん欠席です。古谷康彦さん、細野あゆみさん、堀江ひとみさん、本間和也さん、前屋敷恵美さん、増田典子さん、真島正蔵さん、町田和志さん、松岡清さん、松岡勝さん、松崎誠さん、松田隆彦さん、松原明夫さん、南秀和さん、宮本二郎さん、宮本武史さん、宮本徹さん、三輪よしみさん、武藤明美さん、村上昌司さん、村上良三さん、村主明子さん、本村信子さん、森義明さん、柳沢明夫さん、山口富夫さん、山口典久さん、山口博信さん、
山下芳樹さん、山添拓さん、山中智子さん、山村いとこさん、山村幸穂さん、山本豊彦さん、吉岡正文さん、吉田定義さん、吉田秀樹さん、吉又陽さん、米倉春奈さん、雷獣和人さん、若林義春さん、和田和夫さん、渡辺和俊さん、準中央委員25人を紹介します。浅香由香さん、麻藤和幸さん、阿部正美さん、石村智子さん、今井健一さん、岡村千尋さん、小川東洋さん、上式亮誠さん、小越進さん、小林俊也さん、小山実さん、近藤夏子さん、坂本信子さん、佐藤明さん、須田清さん、田川忠さん、田川豊さん、竹本恵子さん、堤由紀子さん、土井誠さん、中野武さん、姫井二郎さん、堀田美鈴さん欠席です。吉武秀里さん、渡辺結衣さん、読み上げ盛りはありませんね。はい、ここで一中層での確認に基づいて、一田忠義中央委員から中央委員会の人事について報告と紹介をしてもらいます。一田さん、どうぞ。第1回中央委員会総会で決定した新しい中央委員会の主な人事の選出の経過についての報告と紹介を行います。先ほど開かれた第1回中央委員会総会は、党規約第13条の精神に基づき、28回党大会期の常任幹部会の責任で4役案を提案いたしました。同時に次選他選を受け付ける提案をしましたが、推薦はありませんでした。一中層ではこの提案を検討し、全員一致で次の4役を選出いたしました。4役を紹介いたします。中央委員会議長 C 和夫さん、幹部会委員長田村智子さん、職局長小池晃さん、幹部会副委員長山下芳樹さん、同じく田中優さん、同じく一田忠義、私です。同じく尾形康夫さん、同じく倉林亜希子さん、同じく浜野忠夫さん、
なお山下芳樹さんは筆頭副委員長であります。次に新しく選出された幹部会では次の人事を決めたことも初めに紹介しておきます。職局長代行田中優さん、政策委員会委員長山添拓さん、新しい四役の9人で直ちに会議を開き協議の上幹部会委員の名簿案を作成し一中総理に提案、同時に二選多選を受け付ける提案をしましたが推薦はありませんでした。61人の方々が幹部会員に選出されました。で幹部会は会議を開き四役作成の常任幹部会名簿を提案、同時に次選多選を受け付ける提案をしましたが推薦はありませんでした。25人の方々が常任幹部会に選出されました。また職局員中央機関紙編集員を任命しました。再開された一中総では幹部会の提案で蘇我委員、規律委員、監査委員を任命しました。新しい常任幹部会は25人で構成します。紹介します。継承を略します。常任幹部会25人、あいうえお順に紹介します。市田忠義、岩井哲也、大畑元、岡崎育子、尾形康夫、神智子、吉良よし子、倉林明子、小池晃、小木曽陽次、国田圭司、酒井望、 C 和夫、田中優、田村智子、堤文俊、寺沢芦屋、中井作太郎、浜野忠夫、土方明美、広井信子、藤田綾、山下芳樹、山添拓、若林義春、以上であります。次に常任幹部会委員以外の幹部会員の36人の氏名を紹介します。これも同じくあいうえお順で継承を略します。赤嶺政権、鮎沢聡、石山純一、井上聡、岩崎飛鳥、岩渕智、植木俊夫、内田豊、大久保健三、太田善作、大山智子、小倉忠平、笠井昭、小牧正夫、沢田博史、塩川哲也、柴岡優馬、高橋千鶴子、田川実、田辺進、田辺義彦、谷本聡、田村和志、千葉隆、土井海彦、藤井正人、藤田武、藤野康文、藤原正明、松田隆彦、村主明子、本村信子、山口富代、山村いとこ、山本豊彦、渡辺和俊、以上であります。最後に小池職局長を責任者とする職局の構成員、職局長代行、職局次長、職局員の氏名を紹介します。小池晃職局長の他に職局員は17名です。これは幹部会の任命人事です。職局長代行は先ほどご紹介した田中優さんです。職局次長は中井作太郎、堤文俊、土方明美、土井海彦、以上 1,2,3,4 人が職局次長です。それ以外の職局員を紹介します。岩崎飛鳥、大畑元、岡崎育子、酒井望、沢田博、田川実、田村和志、
辻真一、寺沢芦屋、藤井正人、藤田武史、村主あっこ、以上で一中層で決定した新しい中央委員会の主な人事の選出経過の報告と結果の紹介を終わります。以上です。最後に志位和夫中央委員会議長が閉会の挨拶を述べます。大議員及び評議員の皆さん、いよいよ大会は最後の議事を迎えました。私は選出された新しい中央委員会を代表して、第29回党大会の閉会の挨拶を申し上げるものであります。まず私は、石川県能登半島地震の被災者支援、被災地の復旧復興のために引き続きあらゆる力を注ぐ決意を閉会にあたって重ねて強調したいと思います。皆さん、私はこれまで党大会に何度も参加してきましたが、この大会の多くの発言には目頭が熱くなるような、また心が現れるようなたくさんの感動を覚えました。民政の拡大目標を超過達成した北海道の民政グループの同志は、飛躍の鍵は方針通りやってみる、そしてやり続けることです。皆さん、大会決議通りにやってみませんかと、まるで大会の結合のような堂々たる呼びかけを行いました。46年間看護師として医療の現場で命の平等を目指して頑張り、地区委員長となり、衆院小選挙区予定候補者となって頑張っている山口県の同志は、党員拡大についてこんな楽しい活動はありませんと語り、自らの人生のドラマを語り、人間味あふれる党づくりの先頭に立つ決意を語りました。私が感じたたくさんの感動は、おそらく大会参加者の皆さんの共通の感動だったと思います。大会が採択した決議は、全党の科学的英知を結集したものであるとともに、たくさんの感動、たくさんの人間ドラマ、たくさんの未来へのロマンある決意によって豊かにされたものであり、理においても情においても文字通り我が党の行く手を照らす羅針盤となったと確信するものであります。全党の皆さんの努力と奮闘によって第29回党大会が歴史的成功を収めたことを、皆さんと共に心から喜びたいと思います。全国の同志の皆さん、決定された大会決議をはじめとする大会の諸決定を一刻を争って全党員のものとし、それを力に強く大きな党づくりを成功させ、日本共産党の新たな躍進を必ず勝ち取ろうではありませんか。皆さん、この大会には在日
大使館の大使、あるいは外交官の方々にも来賓として参加していただきました。来賓の方々がこの大会をどう見たか、たくさんの感想が寄せられています。紹介をさせていただきます。日本共産党が伊豆学習会館という自前の会場を持ち、大会を開いていることへの驚きと熱海の自然の素晴らしさへの感動が幾度に語られました。ある方は、私は山登りが好きですが、丘陵をたどり着いて爽やかな空気に包まれた大会の雰囲気は素晴らしく、故郷を思い出しましたと語りました。ある方は、とても広い施設ですね、山と木々と豊かな眺めが故郷の風景に似ている、これ別の国の方ですが、と語りました。熱海市の斉藤栄市長に報告したい感想であります。ある方は、大会決議を明らかにした社会主義共産主義論に対して次のような感想を語りました。今日示された日本共産党の未来社会論は、資本主義を発展させた上で市民社会、国民に根ざした社会主義を目指すというもので、他のどこの国の社会主義像とも全く違うものであり、私にもとても新しい未来社会のビジョンであり、興奮しました。各国の特に若者の将来に希望を与えられる未来像ではないかと思います。嬉しい感想ではないでしょうか。私はこの感想を聞きまして、私たちの未来社会論を世界の若者にも大いに発信していきたいと考えるものであります。私たちが昨年末に訪問した東南アジアの3つの国の大使館の代表が揃って参加してくれたことは大変に嬉しいことでありました。インドネシアの代表からは、今回のインドネシア訪問が成功し、ASEANで大会で ASEAN への注目が大きく取り上げられ、大変良かった、大勢の代議員の中に参加してこの注目すべき経験ができたことは光栄ですとの感想を寄せてくださいました。ラオスの臨時大使は、シーカゾ委員長がインドネシア、ラオス、ベトナムの ASEAN 諸国3カ国の成功裏の訪問の成果に言及されたことに心から感謝申し上げたい、頻繁な対話、自主独立、ASEAN の中心性と結束、外交方針など、ASEAN の良い実践が、紀藤の良い教訓となり得るという点に、強い感銘を受けました、という感想を寄せてくださいました。ベトナムの大使からは、大会に参加した高揚感の中で、両党の伝統的な友好と連帯の関係が、特にシーカゾ委員長の昨年12月の訪問を通して絶えず強化されていることを嬉しく思いましたとの感想が寄せられました。あるヨーロッパの代表は私に、私たちも地域の平和と安定のために ASEAN に注目しています、対話を重視し包摂的な協力を促進していくという ASEAN のスタンスを尊重するという点も共通していますと語りました。私はこの感想を聞きまして、 ASEAN を共通の友人として世界に友人が広がったという喜びを感じました。皆さん、これらの感想は私たちが取り組んでいる野党外交、特に東アジアの平和構築の取り組みが
世界の大道に立った未来ある道であることを確信させてくれるものではないでしょうか。皆さん、この大会は民主集中制の進化が発揮された大会となりました。一部大手メディアはこの間我が党に対して異論を許さないとなどとの非難を繰り返してきました。しかし大会の姿はこの非難が何の根拠も持たないことを示しました。大会に向けて徹底した民主的討論が行われました。一人の意見でも全体に伝えることができるように特別の冊子も発行されました。その中には中央委員会に対する批判もありましたが、こうした意見も含めて特別の冊子を発行して全党に伝える党が日本に他にあるでしょうか。日本共産党だけであります。大会の討論も自由な発言が行われ、中央委員会に対する批判的意見にも発言の機会を保障しました。その発言内容には重大な問題点があり、討論で率直な批判が行われ、結合でも問題点の厳しい批判を行いました。そして大会は一連の議案を圧倒的多数で採択し、前向きの団結をしっかりと勝ち取ったのであります。こうした大会の姿そのものが異論を許さないとなどという攻撃に対する断固とした回答となったのではないでしょうか。私たちは今後も民主的な討論で方針を決め、決めたことはみんなで実行するという当たり前の原則を貫き、日本の社会進歩の事業を堂々と進めることをここに宣言したいと思います。皆さん、大会は新しい中央委員会と中央の指導部体制を確立しました。これらの新しい体制を作る際に特別の力を注いだことは、ジェンダー平等を考慮に掲げる党として女性幹部を積極的に起用し、その比重を高めることであります。その結果、中央委員会のうち女性役員数は第28回党大会の61人から7人増えて68人となり、女性役員の占める率は 27.6% から 31.6% へと 4.0 ポイント高まり、人数率とも党史上最高を更新いたしました。日常的に全国的な指導責任を果たす機関である常任幹部会は、女性の比率は 30.8% から 32.0% に引き上がり、これも党史上最高を更新いたしました。もとよりこの党達に満足することは許されません。さらに女性役員の比率を引き上げるために、中央でも地方でも女性が男性とともにその力を伸び伸びと発揮できる条件と環境を作るために、お互いに努力をしていこうではありませんか。中央委員会は新しい指導部体制を選出しましたが、その中で私は中央委員会議長の任に当たることになりました。私が書記局長に選任されたのは1990年の第19回党大会で、その当時は若い若いと言われ、今でも気持ちは若いつもりですが、月日の歩みは早いもので、今年で70歳になります。そのことも考慮し、幹部会委員長は
若い世代に交代した方が良いと考えますと申し出たところ、それを認めていただき、新しい任に選出していただきました。私は新しい体制の中で党を代表する者の一人として、引き続き党の活動のあらゆる分野で必要とされる責任を果たす決意であります。新しい幹部会委員長には田村智子さんが選出されました。国政の上では田村新委員長が党を代表する役割を果たすことになります。女性が幹部会委員長に選出されたのは我が党の長い歴史の中でも初めてのことであります。私は田村新委員長が素晴らしい活躍をされることを確信するものであります。新しい指導部体制には小池晃書記局長、山下良樹副委員長をはじめ再任された書道士とともに30代40代の若い同士も参加しています。田中優新副委員長職局長代行は42歳、山添拓新政策委員長は39歳であります。こうして全体としてこの大会は中央委員会とその指導部体制の面でも10年先20年先を展望して未来にわたって責任を果たすことができる条件を作ったということが言えると考えるものであります。新しい中央委員会は集団の英知と力を発揮して国民の暮らしと平和への願いをしっかりと受け止めるとともに、草の根で頑張っておられる全国の皆さんの苦労を我が苦労とし、党の新しい躍進の時代を開くために全力を挙げて奮闘する決意を申し上げるものであります。皆さん、この大会では不破哲三さんが中央委員および常任幹部会委員から退任されました。不破さんは1964年の第9回党大会で中央役員に選出されて以来60年という長期にわたって中央役員として力を尽くし、職局長、幹部会委員長、中央委員会議長、社会科学研究所所長として党のあらゆる分野での活動を発展させる上で大きな役割を果たしてこられました。特にマルクス・エンゲルスの本来の立場に立った科学的社会主義の輝きをスターリンなどによる歪曲を徹底的に批判的に克服する中で21世紀によみがえらせ、党公用路線を発展させてきた理論的イニシアチブと業績は国際的に見ても誇るべきものだと考えます。不破さんが切り開いてきた理論的探求は後に続くものが集団で引き継ぎ発展させなければならないと強く感じるものです。私自身1990年以来同じ指導部にあって、不破さんからさまざまな懇切な指導と援助を受け、数えきれないほどの多くのものを学んできただけに、不破さんの退任には特別の深い考えを覚えずにはいられません。
不破哲三さんの長年にわたる日本と世界の政治の発展への貢献、日本共産党への貢献に心からの感謝を述べるとともに、今後とも健康に留意されて活動し、党を見守っていただきたいと強く願うものであります。皆さん、この大会の成功は内外の来賓の皆さんの激励、大議員評議員の皆さんの奮闘によるものであるとともに、各分野で献身的に大会を支えていただいた多くの要員の皆さんの頑張りによるものであります。私は新しい中央委員会を代表して、大会を支えてくださったすべての皆さんに熱い感謝を申し上げるものであります。本当にありがとうございました。全国の同志の皆さん、全党の英知を結集した大会決議を手に、その全面実践に直ちに取り掛かろうではありませんか。大会決議で決定した強く大きな党づくりを目指す新しい目標と方針を必ずやり抜き、まずは第30回党大会まで2年間で第28回党大会現世を回復突破するという目標を必ずやり抜き、世代的継承でも大きな前進の流れを作り出そうではありませんか。そしてそれを力に、来るべき総選挙で必ず躍進を勝ち取ろうではありませんか。以上で第29回党大会の閉会の挨拶を終わります。第29回大会はこれで終わります。会議参加の皆さん、お疲れ様でした。どうか気をつけてお帰りください。終わります。